どうも、ジュカルです。エルルカ 3DS 前回の続きからやっていきたいと思います。今回の動画はちょっとまあスキルとかそういうのを見せてほしいっていう方がいたんで、そういうのを見せたいと思います。あとまあなんかモンスターボックスってやつをなんかイルに聞いたら見れるらしいんで、ちょっとそれを、見に行きたいと思います。どうだったかな？牧場か。あとまあ今作成してるやつら全員とりあえず特製スキル、公開しようかなと思います。一斉に。なんかイルになんか、モンスターボックスが見れるらしいんで、モンスターボックスって何やろ？モンスターボックス？これかな？ん？どれやろ、モンスターボックスって。おぉ、何これ、何これ。これちゃうな、でも。モンスターボックスってモンスターのことかな？まあ、普通にメンバーリストのことかな？メンバーリストで見ても多分、いいのおらんから。じゃあちょっと待ってよ。あ、まあ、メンバーリストで見ていくか、じゃあ。最近作ってるやつは、まあまあ。そうやな。あんもらんけど。まあ、ここら辺はちょっと作りましたね。なんか、マグンシイッドのスキルが欲しかったんで、作りました。あと、オーレンもまあまあまあ、かっこいいからちょっと作っとこうかな、みたいなんで作って、最近作りましたね、ちょっと。まあ、こいつ弱いからな。うなぎやったら、うなぎのスキルが見たいっていう方がいたんで、うなぎどこるんかな。これで見ても、やっぱ見にくいな。よし、これで見た方が早いな。うねさん。うねさん、うねさん。入れ替え。あとはよく多いの、ルギウスも多いな。よし。あとはまあもう、あんま多分大したことないから。ちょっとモンスターボックスをどこを見せればいいかちょっとよくわからないんで、それちょっと教えてもらえると、ちょっと次また別の機会に、見せれると思います。とりあえず、狭間のうなぎは、こんな感じですね。スキルは、狭間の闇のねぶた魂、アギロゴス、イゴッソウ、最強グラブソン、最強ディアノグ。まあ、個人的にはちょっとこれ、最強グラブソンと、グラブソンと最強ディアノグは抜いてもいいかなと、正直思ってるんですけど、まあ、これを抜いて、もっと違う能力を上げても、違うところを上げてもいいかなと、は思います。で、特性はこんな感じですね。まあ、あとこれも特性も神聖配合はあの時適当にしたんで、タメトラ攻撃をつく、入れたと思うんですけど、神聖配合でタメトラ攻撃追加したと思うんですけど、さほど役立ってないんで、まあちょっとこれは変えてもいいかなと、思います。で、耐性はこんなんですね。まあこんな感じです、スキルは。まあアギロゴスのスキル結構気に入ってますね。バイキルトと、マダンテ、イテツカ波動。この3つがあるんで、これは結構でかいかなと、アギロゴスが。で、イゴッソもまあまあ安定の強さ。で、このグラブソンとディアノーグは、これ、眠り攻撃、麻痺攻撃が欲しくてやったんですけど、これがほとんど機能してないんで、まあ、これは多分消してもいいかなと思いました。あとまあ、狭間の闇の王のスキルもギガマホトルあるんで、入れてる感じですけど、まあ別に抜いてもいいかなと思います。これは。他にも替えが効きません、ね、多分。ねぶた魂はまあ、マインドガードですね。マインドガードしたかっただけなんで、あとショック攻撃ですけど、別にこれもいらないんで、だから、正直、アギロゴスとイゴッソ以外は、ぶっちゃけこれ全部書いても、4つとも全部書いても、もっといいのできそうな感じはしてるんですけどね。ただちょっと時間かかりそうなんでやってないだけで、まあこんな感じです。まあこいつは次、ダークスライム。これはまあ、亡者持ってたんで、使ってみようかなと。で、AI 3回コードを持たしたと。まあそれだけです。まあスモールボディ、亡者持ちっていうところで、使ってみようかなってなっただけなんで、で、耐性はちょっとマインドがまだ半減までしか行ってないんで、うん、なかなかちょっとこれきついんですけど、これを向こうまで持っていけたら、もっと多分強いと思います。で、特性は、神技で、まあ、ゼロの衝撃と、まあ、でもこれも抜いてもええんやけどな、あんまり。あんま使ってないから、神技も別にあんま使ってないな。アッパーは、これはまあ、全体的にまあ、なんかその、補助魔法があんまなかったんで、まあ、全部持ってるやつってなったらこれしかなかったんで、これを持ってます。で、ウルトラガード SP も正直あんま役立ってないんで、これも抜いてもいいかなと。うん。だから、この二つ抜けるな。神技とウルトラガデスピは抜けるかなと、まだ。もっと強化の、うん、もっと勝率上げれるかなと思います。これ、さらに。で、カッカは、これですね。まあ、こいつ攻撃が異常に強いんで、なぜか。多分 HP もうちょっと上がったと思うんですよね、多分。高かったかな ?HP まだ上がると思うね。HP まだ上がります。多分2900くらいまで HP 上がるんで、それが上がるだけで多分だいぶ、うん、強くなると思うんですけど、活率が上がると思うんですけど、こいつはとにかくね、まあまあまあ、なかなか、強いです。強いというか、まあ、大体勝てます。リバースとか以外だったら大体勝てますね。こいつ使えば。
で、こいつはまあまあ、3枠にして、あとはスキルは、こんな感じで、ルギウスのスキルとイゴッソ、攻撃力アップ SP、白虎の進撃、カステル大名。で、耐性はこんなんですね。ルカに無効で、まあ、ダウンに弱点なんで、そこをちょっと、あとハックも弱点、マホトラも半減なんで、あとは混乱麻痺眠りも激減なんで、もし食らってしまうと結構やばい。うん。まあ、ちょっと耐性は弱いですね。で、まあ、こんな感じです。まあ、イゴッソは結構必須としても、攻撃アップ SP も必須。で、あ、違う違う。あと、白虎の進撃も、まあまあ悪くないと思うんですよね。これ、アンカーナックルと、神羅万象山、天無宝山。で、マヌーサガード。で、マヌーサギルもつくし、ニオギルも手に入ると。もうこれは結構悪くないと思います。で、カステラ大名。これが正直あんまり役立ってないけど、まあこれ守備力上がるんで、これつけてるんですよ。ルカニガードと、やつでつけてるんですけど、まあまあそんな役立ってはないですね、これも。で、あとまあ、魔戦士ルギウスのスキルも、別に抜いてもいいかなって感じですね。まあそんな感じですね、これは。まあまあまあ、ちょっとだけあと改善の余地あるかなってとこです。これは。で、あとはまあ特にないですかね。あ、ちょっとライブラリですれば。あれです、ネルゲルとか作れるみたいですね、もうね。なんか、配合方法も、コメントで教えてもらったんで、だいたいわかってます。まあこれで見れるんですけどね。ラズバーンとレイダメテス。でできるみたいですね、これね。ラズバーンは確かまあ、あれですよね。おっとおっと。カバルナと、バサグランデでできますね。うん。で、確かこの次が、メイジーをネルゲルっていうのが、ネルゲルとゼメルギアスでできるみたいなんで、まあ、これもまあ別にこれができればできますね。で、そのメイジーをネルゲルと、狭間で合体してこいつができると。らしいですね。うん。気持ち悪いな、こいつ。やっぱり。まあ、これまだちょっと流行りそうですね、こいつね。特性も結構強いっぽいんで、超行動速いとか持ってるんで、まあ、なかなか強そうですね。はい、というわけで、とりあえず今回の動画はこれで、終わります。まあ、コメントで見せてほしいって方がいたんで、とりあえずそのためだけに撮ってるんで、あとモンスターボックスはよく、ちょっといまいちよくわからないんで、牧場のモンスターをただ見るだけで、見せるだけでいいのか、そこら辺がよくちょっとよくわからないんで、ちょっとまあ、教えてもらえれば。助かります。まあもう別にも大丈夫っていうならまあ別にも大丈夫なんですけど。まあというわけでそんな感じで今回の動画はこれで終わります。また引き続き出していこうと思うのでそちらの方もぜひ見てください。ありがとうございました。